ゴロ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 体操で前屈が柔らかくなる、いくようになるかどうかっていうやつね、検証していきましょう。え、ちょっと実践やってみてよ。はい、ゴロゴロ体操って何？あ、床ですね。ここの方が分かりやすいんちゃう？床の方がいい？床の方が、うん、はい、じゃあ床だそうです。ちょっと実践してもらって、はい、三角で珍しい、そんなことすんねえな。ごつなってる。俺今やったら、あの、笑ってはいけない、勝てるかもしれない、はい、それをやると、それだけで前屈にくるなの。はい。それ一回それ成功してるんやね、はい、じゃあやろうぜ、はい、じゃあ測ってもらっていいですか。はい、大丈夫。ゴムに下からフレームくるで、嘘やろーっつってさあ、私が行きます。ここで曲げますよ、ちゃんとね。ここ、ちょっと行きますよ。ここから降り立つ。ちょっと止めてもらっていいですか。はよ16 15 15ほら、はい、ランボットさん18の小指は9ですね、9センチ。へえ、よし、じゃあゴロゴロ運動します。で、何回転ぐらいしたらいいの。10回ぐらいでいいんじゃないでしょうか。1、2って、はい、はい、行きます。はい、ちゃんと膝抱えてください。はい、はい、1、2、どうすんのこれ難しない。こんな感じです、ウロウンさんみたい。起き上がってきてください。まだゼロです。はい、まだゼロです。フロントさんと何回ですかね。50回。はい。腰が痛いね。なんで床に当たって。はい、10回。はい。起き上がれてない。ちょっと待って。つった。あの両ハ、ギュッと掴まなくても大丈夫なんで。うん、それ出てるね。3、4、しっかり起きてください。5、6、7、8、9、勢いつけていいの？はい、10、はい、もう一回させて。なんだ、なんでもいい。じゃあちょっとだけ行きたいから。行きます。もうつきました。え、はい、ほんまにこんなんでなる。いくよ。多分ね、床のが効果あると思うんですよね。あ、そうなんや。床でゴロゴロするとさ、うん、局が痛いのよ、当たって。俺痩せてるやんか。じゃあ行きます。さっきより、うん、さっきより行ってますね。さっき15やった。15です。5センチぐらいいったね。はい。いけるよ。床でやったらもっといってたと思う。それにお尻歩きを足してもらうと、うん、間違いなく違った。床で、はい、ここつうのはなんで？そこを上げようとする感じですか。軽くでいいので。ポーンっていっぺん寝てもらって。じゃあ、これやると背中がほぐれ。じゃあ、事故。じゃあ、これ背骨とかめっちゃ当たれへん、床に。いや、腰が肉がついてるから大丈夫な。あ、そうなの。さあ、
きたいと思います。ここから曲げてくださいね。はい。シャギン。お。あと10回ぐらいいけど。